私はパニコ、32歳。第二子の妊娠を機に会社を休職し、今は期間限定の専業主婦です。第二子の出産は2ヶ月前でしたが、まだ実家に長めの里帰りをしています。というのも、夫の和夫が半年前から長期海外出張に行ってしまったので、5歳になる長女のパニミの育児もあるし、協力してくれる人が必要だったんです。おー、よしよし。母が泣いている赤ちゃんを抱いて、あやしてくれています。愛する夫としばらく会えないのは寂しいけれど、家族が育児の手伝いをしてくれるので、私としては大変助かっています。できるならこのまま実家で、ずっと楽ちん生活を続けたいくらいだよ。その気持ちはわかるけどね。ずっとこのままというわけにもいかないしさ。和夫さんが帰国したら、家に帰らないとね。パニミも幼稚園お休みしているんだし。そうだよね。お友達と遊べなくてごめんね、パニミ。私がパニミに謝罪すると、パニミは笑って答えました。あら、私なら大丈夫よ。私としては全然問題ないけど、さすがに5歳の子供を一人で生活させたら、保護責任を放棄していると世間からは思われかねないってのも理解しているわ。それに、幼稚園で友達と遊べなくても、パニーおじさんが恐竜図鑑を見せてくれるし、パネーおばさんは、宇宙の神秘について語ってくれるわ。惚れたおじさんは何が飛び出すかわからないおもちゃ箱みたいな存在だし、おじいちゃんとおばあちゃんも何かと私の面倒を見てくれる。ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんにもすぐ会えるし、毎日幼稚園に通うよりずっとエキサイティングな日々を過ごしてるわよ。さすがパニミです。とはいえ、この里帰り中にはパニミにも多くの負担をかけているのは事実。ちゃんとパニミにも目を配ってあげないとな、と私は改めて感じました。同じことを母も感じたようです。そうた、赤ちゃんは私が見ているから、今日はパニミを連れてどこかに遊びに行ってはどうだい。おむつもミルクも私がやっとくよ。え、そんな悪いよ。いいってことよ。ま、玉の息抜きだって必要なもんさね。それにパニミだってね、いくらしっかりした子だと言ってもまだ5歳で母親に甘えたい盛りさ。家にいたらパニコはどうしても赤ちゃんの世話にかかりきりになってしまうし、たまにはパニミにママを独り占めさせてあげたいのさ。ありがとう。じゃあ今日はパニミと思い切り遊んでくるね。母のありがたい申し出を受け、私はその日一日中パニミと触れ合い、夕方近くになってようやく帰路に着きました。近所のコンビニの前を通りかかった時、私はパニミに言いました。そうだ、コンビニでみんなにプリンをお土産に買って帰ろうか。みんなプリン大好きだもんね。プリンが大好きなのはママじゃない。本当は自分が食べたいだけでしょ。バレたか、イシシ。でもいい考えね、行きましょう。しかしコンビニに近づくと、店の前に数名の男性がたむろしていたんです。だからよ、お前たちはそういうところがダメなんだって。だいたいな。男たちは迷惑行為をしているわけではありませんが、コンビニ前でしゃがみ込んで食べている姿は周囲に威圧感を与えます。しかもいかにも悪そうな顔立ちの不良っぽい見た目なのですから。特にリーダー格と思われる金髪男の怖そうなこと。怖いな。パニミもいるし、コンビニには近づかないでおこう。私たちはプリンを諦めてそのまま家に帰ることにしました。自宅に帰って私は早速家族に聞きました。ねえ、近所のコンビニで3人ぐらいの不良がいたんだけど。ああ、そういえばここ3ヶ月くらいでよく姿を見かけるようになったよ。俺も知ってるよ。だいたい 2,3 時間ぐらいいるみたいだ。最初は金髪のリーダーっぽい男性が一人でやってきて、電話をかけると後の2人がやってくるらしいわ。そう、こっちに絡んできたりしないかしら。その心配は今のところナッシングだね。周囲に迷惑をかけるほど大騒ぎはしていないし、ショップやカスタマーに絡んだりはしていないようだよ。まあ万が一そんなことになったら、この僕が黙ってはいないけどね、キラン。とはいえ妙な威圧感を感じてしまうし、ちょっと困りものです。
あれじゃないか、きっと家にいられなくてコンビニでたむろするしか他にやることないんじゃないか。ほらよくあるじゃないか、奥さんが怖くて家に帰れない帰宅恐怖症のサラリーマンとかさ。うちの母ちゃんみたいに美人で優しい奥さんだったらみんな毎日スキップしながら家に帰るんだろうけどな。やだよ父さんたら。家族全員で笑って話は終わったものの、私は少しだけ不安が残りました。そしてそれから数日後のことです。兄がパニミを恐竜博に連れてってくれるという休日、私はのんびりと赤ちゃんの世話をして散歩に出かけました。すると先日のコンビニ前でまたあの不良と出会ったんです。今日は一人みたい。しかしその日男は先日とは様子が異なり、私の方をギラギラした目で見つめていたんです。いえ、正確に言えば私が抱いている赤ちゃんを。え、いやだ怖い。まさかこの男、赤ちゃんに何か悪さを仕掛けてくるつもり？男の目線は私が動いてもしっかりと赤ちゃんを追っています。絡まれないうちにその場を立ち去ろうとした私でしたが、その時男が一歩踏み出して私の方に近寄ってこようとしたのです。おい、あの。ああ怖い。赤ちゃんに何かされるかも、そう思った私は慌ててダッと走りました。おい待てよ、話を。背後で男が何か叫んでいるようでしたが、すっかり怯えていた私の耳には届きません。夢中で走っているうちに我が家までたどり着き、ようやく私は不良の魔の手から逃れられたのです。そしてその夜のことです。家族全員で仲良く夕飯を食べていると、どんどんどんと玄関の戸を叩く音が聞こえました。おや誰だろうね。母が赤ちゃんを抱いていたので私が立ち上がりました。はーい。あ、私が玄関を開けるとそこにはなんとあの不良が立っていたんです。まさか昼間に私が逃げたのを恨んで後をつけて自宅までやってきたの？私は恐怖に怯えました。やめて、なんもしないで。いや、俺はただ。ああ、助けて。どうしたんだいパニック。私の叫び声に家族が玄関までやってきました。なんでクセモンか。うちに押し入ろうなんて不定やからは、俺が成敗してくれるぜ。警察呼ぶ？それとも恐竜？オーマイブラザー、さすがにダイナソーはタイムマシンでも使わない限りインポッシブルだよ。感じるわ。名前はヒロシ、年は27。ちょっとお前さんたち、お騒ぎでないよ。この人が連れてる赤ん坊が見えないのかい？え？母の声に私たちが男をよくよく見てみると、確かに男の腕の中には小さな赤ちゃんがすやすや眠っていたんです。助けてくれ。は？金髪男は半泣きで言いました。嫁さんが入院しちまって、俺をもうどうしたらいいかわかんねえんだよ。この子の面倒をどうすりゃいいのか教えてくれ。金髪男を自宅に招き入れて詳しい話を聞くと、そのヒロシという男はコンビニから歩いて数分のアパートに住んでいる、とび職をやっている人だそうです。そして3ヶ月前に奥さんとの間に子供が生まれたものの、赤ん坊に不慣れなヒロシは赤ちゃんの泣き声に耐えきれず、赤ちゃんが泣くたびに外に避難していたとか。一人でいるのも寂しいので、外に出るたびに後輩を呼び出して、行くところもないのでコンビニ前でだべって時間つぶしをしていたそうなんです。そういうことだったのかい。だから3ヶ月と5日と2時間39分前からコンビニ前に現れるようになったのね。納得だわ。だけどよ、俺が育児を嫁さんに任せっきりにしてたもんだから、嫁さんが過労で倒れちまって、ワンオペで疲労が溜まってるからしばらく入院が必要だって医者に言われちまって、俺はこの子をどうしたらいいか。オーマイ、なんて頼りがいのないガイだろうね。それでもユウはその子のファーザーかい？ユウがそんなだからワイフがタイヤードで倒れちゃうんじゃないか。それは反省してるって。だけど俺はこれまで育児も家事も全部嫁さんに任せっきりだったもんだから、これからどうしたらいいかわかんないんだよ。すると話を聞いていた母が立ち上がりました。そっかい、話はわかったよ。どうやら私たちの出番のようだね。
ヒロシさんにはみっちり反省してもらうのは当然だけど、これからのことを考えなくちゃいけないよ。考えるって一体どうするの？すると母はにやりと笑いました。そりゃもちろん私たちの力でこの男を鍛え直すのさ。さあみんな、パニケ総動員でこのプロジェクトを成功させるよ。それからは母の号令のもと、プロジェクトが動き始めたんです。まずは兄とコレタがヒロシのアパートに行き、兄はヒロシに家事を、弟は妻への心遣いを叩き込みました。いいかい、赤ちゃんをホコリやダニから守るためにいつも床はきれいにしておかなくちゃ。脱いだものは置きっぱなしにしない。掃除機をかけたら床も雑巾がけ。育児は体力勝負だから一緒に筋トレもしておくように。床の雑巾がけの前に腕立てをすること、掃除機をかける際には中腰でスクワット、窓拭きは片足立ちですること。はい。ワイフと目が合ったらさりげなく口角をアップ。ワイフの近くを通るときは肩を数回揉んで肩こりに気遣ってあげるといいよ。ワイフが火事で手を濡らさび、その後のハンドケアのためにハンドクリームを塗ってあげること。寝る前と起きた時に感謝の言葉、そしてブレックファーストとディナーの後の食器洗いと、ワイフがバスルームでリラックスできるようにアロマを焚くのは優がやること。それからワイフの髪にドライヤーをかけるのも優の仕事さ。キラン、頑張ります。母と姉はヒロシの奥さんが入院している病院に通い、お世話をしつつ話を聞いています。私の仕事はヒロシに赤ちゃんのお世話の仕方を伝授すること。ちょうど同じ月齢の赤ちゃんがいるので慣れたものです。おむつ替えはそうやって、そうそう、ほら赤ちゃんが動かないようにちゃんと押さえて。はい、難しいな。なお赤ちゃんへの言語指導並びにヒロシへの座学は我が家のラスボスパニミが担当しております。ヒロシさん、あなたの反省点は大きく分けて3つあるわ。まずは家事育児を奥様に任せっきりで何の手助けもしてこなかったこと。謝罪しても取り返しのつかない大きな過ちを犯したと言っても過言ではないわね。一旦深層心理に埋め込まれた不信感というのは徹底して取り除くのがかなり困難なものよ。男性だからって家事育児の責任放棄するなんてグローバルスタンダードじゃないわよ。それは俺がなんか手伝っても嫁さんがいちいちダメ出しするから。あら、あなたに改善の余地があるからこそアドバイスをしてあげている奥さんの気持ちも汲み取ることができないのね。最初から見込んでいない相手にわざわざ指示を出すかしら。私だったら面倒だしいらないからとっとと追い出すけど。ああ。それにそうやってすぐに言い訳しない。そもそもその手伝うという認識自体が間違っているのよ。夫は家事を手伝うじゃなくて家族の一員として自立した役割を担うべきなの。はい。次に反省すべき点は周囲の目を気にせずコンビニでたむろし続けたこと。いくら悪さをしないからといっていい大人が用もないのにコンビニでたむろし続けたら周りの人は威圧感を覚えるのをもっと気にした方がいいわね。コンビニの店長さんが寛大だったから営業妨害で訴えられなかっただけで、あなたは損害賠償を請求されてもいい身分だったのよ。その通りです。3つ目の反省点は自分が寂しいからってたびたび後輩を呼びつけたところよ。人にはそれぞれ都合があるし日々の生活があるんだから、あなただけの都合で振り回されて迷惑していた後輩もいるはずよ。あなたがこの状況で先輩に呼び出されたらどうする？断らずに行くの？他人の都合や立場を考えない、そういう自己中心的なところを直すべきなんじゃないかしら。それはヤスとカズの二人が飛び職の会社をクビになって次の仕事をどうしたらいいか相談を受けていたんです。あいつら力はあっても手先が不器用だから仕事がなかなかうまくいかなくて。ああそうなのか。あら、おじいちゃん、これって。そうだな、じゃあ俺の両親に話をつけてやろうか。俺の両親はもう80代なんだけどよ、田舎で農業やってんだ。まあ農業だけってわけじゃねえんだが、そこんとこは詳しく話せねえんだがよ、とにかく手広くやってる農業分野で若い働き手がいないってこの間嘆いてたから、力持ちが働きに来てくれると言ったら喜ぶぜ。
ちょっくら電話でもしてみっか。そういうなり父は祖父母にテレビ電話を開始。ってわけでよ、元気で若えのが働き口探してんだ。おお、そりゃ助かるわい。ぜひすぐにでも働いてくれんかの。明日からでいいかの。そうですね、本当に渡りに船ですね。衣食住はこちらで確保するから、ぜひともその二人をよこしてちょうだい。おうや。そう言って電話を終了。ありがとうございます。何から何まで。気にすんなって。そろそろ話は終わりにして一緒にビール飲もうぜ。ナイター中継が始まるしよ。パーッと飲もうじゃねえか。おじいちゃん、真面目な話してるんだから邪魔しないで。おじいちゃんも一緒に令和の男性のあるべき姿について学ばせてあげましょうか。まあ、やぶへびだ。そうして私たち家族総出のプロジェクトが続いた1週間後、ひろしさんの奥さんは無事に退院しました。もちろんその時にはひろしさんは家事育児スキルはバッチリ叩き込まれて、家庭内の仕事に協力的な奥さんをとっても大事にする夫に様変わりです。本当に1週間前にひろしさんがここに来た時にはどうなることかと思ったけど、人は変わるもんだね。いしし。ひろしさんは真面目な顔で頭を下げました。ひろしさんの後輩のやすさんとかずさんも、私の祖父母が経営する農場に働きに行くことが決まりました。パニ家の皆さんのおかげで俺は生まれ変わることができました。これからは嫁さんに全てを任せきりにせず、きちんと家事育児を担い、家族を大事にしていくつもりです。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございました。無理なく続けることが大切だよ。困ったらいつでもうちを頼りにおいで。バックに私たちがいることを忘れてないよ。はい。頑張れよ、筋肉は裏切らないぞ。はい。今度やげ一緒に見ようぜ。はい。見える、見えるわ。あなた1年2ヶ月と18日後に。だね、ストップ。そうね、いいこと、日々勉強よ。子供に抜かされないように学び続けること。はい。グッドラック、ヒロシ。これで万事解決。シャキーン。てなわけで一件落着。本当にうちの家族は最強。この先何があっても家族がいればどんな問題だって解決できそうです。皆さんもお困りごとがあったらぜひパニ家へご相談を。いしし。時計は戻らん。恋愛、婚約、結婚式、
女の子。好きな食べ物はプリンだよ。おっと、あんなところにドキュンを発見。まったくあいつら迷惑しちゃうわ。じゃ、今日もこのパニコ様がスカッと成敗しちゃいますか。いすし。嘘だろ、出来心だったんだ。すでにエンジンが壊れてた。ポンコツのクー